みんなただいまご機嫌うるわしゅうしゅうしゅういかがですか、いかがお過ごしですかか。今もんちちさんの音楽が流れているはず。へんへへん、これはもんちちさん違う違うじゃなかったわ、じゃなかった。第一期のラジオは最終回は2017年3月30日木曜日でした、うん、ということは1年ぶりにただいま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 今日は配信日2018年3月29日木曜日、ちょうど1年すごい、うん、ちょうど1年で木曜日だよ。アマンチラジオが帰ってきましたイエーイ。もう何回もただいまだねおめでたいよとおめでたいことで、うん、早速参りましょう。アマンチュラジオアドバンスピカリとテコと、ちょっと忘れてたでしょ。忘れてた皆さんおはようございます。テレビアニメアマンチュアドバンスで小日向光を演じます鈴木えりです。皆さんおはようございます。アマンチュアドバンスでアドバンスデーだってアマンチュアドバンスで大きい双葉を演じます茅野愛です。わー帰ってきた本当にアマンチュラジオって言えるのも嬉しいし、またアドバンスってついてますよ、ね、また嬉しいですよ。アドバンスですよ、ね、懐かしい。いきます、うん、アマンチュは天野梢先生原作の日常時々ダイビングをテーマとした作品です、うん、4月からテレビアニメ第2期となるアマンチュアドバンスがスタートとなります。知ってるこのね、日常時々ダイビングのこのくだり絶対エリピョン読んでたもんね毎回読んでたどんなに話が脱線しようともここに戻ってくるっていうね。そうよ、毎回スタート地点はここでした。わあ、懐かしみを感じつつ、ね、このアマンチュラジオアドバンスはアマンチュの漫画、アニメ、音楽、イベント、様々なことについて語っていきます。なんか暖房うるさいね楓さんが立ち上がり、今控え室の、そうなんです、でも切ったけどうるさい、うん、切ったけどゴーゴー言ってる、そんなラフなラジオ始まってますが、何去年は〇〇になんて言ってなかった。懐かしい懐かしい確かに、どうしたの、なんか影響されたの。なるほどな。私流行語に疎すぎて丸々みが流行語ってことを今知るっていう衝撃、ハテナでしたよね。あれあれ知ってたの。え、あんまりよくわかんないまま知ってたの。使ってた。あ、メイクさんは知ってる。それが流行語なの。嬉しみって言い方はなんかそれあるの悲しみあれっぽい感じ。え、皆さん流行語知ってたんですか。強み、あ、なんかやってた。バブミバブミもそうだそうだ、かやのさんにバブミを感じるみたいなそういう使い方をするやつだ。なるほどね。今の声は、あ、今の声はね、そう、ようこちゃん、キャラクターです。キャラクターデザインの伊藤ようこさんです。ようこちゃんね、今回も来てくれてます。その説明すべきことがちょっといっぱいありすぎて今混乱してるんですけど、後から触れなきゃいけないことが多すぎてね。そうそう、今今日は何のイベントでしたっけ。え先行上映イベントだよ。先行上映、あともうちょっとしたらイベント始まるからね。イベントなんですよ本当に。あと1時間ぐらいで始まっちゃうんですけど、うん、その前の時間を使って控え室で人もバタバタ入りそうな中そう撮っております。でも伊藤でラジオを撮るのはもう5回目ぐらいかな。そうそうそう、もう慣れたもんだよね。そうですね、私たち控え室でラジオを撮るの慣れたもんですよ慣れてる。もう多分もう今ゴーンだって何の音かよくわかんないけど皆さんも聞き慣れてることでしょう、うん、はい、そんな番組ですが、昨日もねそんな番組ですね泊まる続けて、うん、宿が毎回もう違う宿に泊まってるんですけど、昨日も素敵な旅館に泊まらせてもらって、うん、同じ部屋でね、そうそう、また女子会みたいな、うん、しかもまた伊藤の美味しいものを食べさせてもらいました。今回前乗りでね、入らせてもらったので、うん、なんかご飯も美味しい、お刺身とか、ね、めちゃくちゃ美味しかった。やっぱり伊藤は美味しい、うん、そしてね、おなじみのやつ磯島、そう、最高だった、静香さんの声でどうしても再生されたけどそう、磯島をいただきながら、美味しい海の幸とね、最高でしたね。で、うん、ホテル帰りまして、うん、まあ、帰る前コンビニ寄って佐藤潤監督と
ね、みんなでアイスクリームなんかを買ったりして、で女子部屋はね、うん、4人で集まってアイスで乾杯してガールズトークをしておりましたけれども、しましたよ。そして翌日今日でございます、うんうん、もうすでに満喫しているんですが、うん、温泉も入ったしね。そう、うん、え、この後はこの後はこの後はこれ読めばいい。これ長田さんが肩を落としてるから。なになに、え、観光会館ホール大丈夫、大丈夫か。なになに、落ち着いて。あ、落ち着くな、私が。もういいんだ、いいんだ、じゃあ進めよう。あ、じゃあ増えよう増えよう、ま、え、待って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 、早まらないで。ま、そんなことがあって、うん、あの昨日は過ごしたんですけど、ま、今日は3月21日春分の日、はい、外は大雨です。さあ、はい、まともには歩けません。肩もさせません。でさっきからね言ってる控え室というのは、うん、静岡県の伊東市の観光会館ホールで、アマチュアアドバンスの第1話の無料上映会とトークイベントがこの後開催されますということで、うん、そんな場所でお送り、はい、今回していきたいと思います。はい、じゃあ臨場感たっぷり、はい、笛の出番です、はい、じゃあ笛用意しましたよ。いきますよ、久々にアマチュアラジオピカリとテコト、オープニングは以上。アマチュアラジオアドバンスピカリとテコトは夢ヶ丘高校ダイビング部の提供でお送りします。何から話す ?1 年いろいろありましたからね。そうだね、ラジオやってない間に結構いろんなことあったね。ありましたよ、2期のアフレコあったし。もう何よりアフレコ終わってますから。そうですよ、そう、うん、6月にそうだエリピョンバースデーをやらせてもらって。そうだ。なかなかなくないですか。私も初めてだよ、人生でビールになったの。ビールになったの。いやー楽しかった。いやー、まさかみんなはっちゃけてくださって。でも風船つけて一番はっちゃけてくれてたのエリピョン。私だ。エリピョンがやりたいことを全部叶えていくっていうね。そう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 、誕生日会でしたから。風船つけたいだとか ね、客席から登場したいだとか、またやりたいね。なんかやりたいですね。私もなんかできたらいいな。そんなことがありまして、うん、まあ、エリピョンは誕生日ケーキになったり、監督がプレゼントになったりなんていうね、うん、ちょっとなんか写真も懐かしの、ね、あ、大西ちゃんがそうお茶だったんだよね。お茶だって。そうなん、静香さんがビール。そう、ビールお揃いのね、あのわざわざ高橋美香子さんに借りに行ってくれたというビールを。ありがとうございました。みんなで来て集合写真撮ったりもしました、うん、なんか あ、うわ、この動画これって何、世に出てるのかな。世に出てないんじゃない。これ完全なプライベート動画なんですけど、これ映画館のその裏の通路をですね、私たちがファッションショーみたいに踊りながら、あの、そして佐藤潤監督かなりノリノリなんですね、これ。めちゃめちゃ可愛い。これ世に出せないのかな。すごく面白いけど。大丈夫、大丈夫、なんかこれなんか酔っ払ってるみたい。酔っ払ってる。酔ってる時よりテンション高そうだし。いや、お酒は入っておりません。頭のケーキ取れそうだよ。取れそう。これ終わった後ですね。そうだ。終わった後だから。楽しかったな。あ、そこじゃん。あ、どうしたとプレゼントが忘れてる。そう、そんなこともね、音声で皆さんに伝わるか分かりませんけど、まあ、都名でもしね、シャッシャッって出せるようなところがあったら、皆さんに許可を得て出しましょう。出しましょう ね。そんなことあったり、ね、で、その後に、うん、アフレコがアーリーの、うん、ね、その後に、11月で2期発表。そう、で、新キャスト発表もあったしね。懐かしい。サプライズで来てもらって、そう、愛ちゃんがいっぱい増えました。そうです、そうです、はいはい、そう、そんな中え、それ、そう言ったな、これアマチュアアドバンスのアフレコは無事全話終了したからのにかな。大丈夫、そんなに台本に忠実に追っていかなくても大丈夫。これ真面目が出ちゃってるよ。この全部やっていかなきゃ。そうそうそう、飛ばしちゃったらなんか申し訳ないんじゃないかと思ってね。じゃあ次の項目をよろしくお願いします。星マーク過剰書きにしてあります。そしてこの3月
3月上映会を2回行いました。そうですね、本当につい最近の話よね。そう、1日目が私で、うん、2日目が上映会。そうなのよ。ねえねえねえ、ちょっと気になるんだけどさ、はいはい、エリピョン監督にネクタイをプレゼントして水を少し埋める、うん、エリピョン打ち合わせを右から左に受け流すエリピョンケータリングを全持ち帰りって書いてあるの、これ何ちょっと待って、これ1個目はね分かってる、その、うんうんうん、私2日目に出た時に監督がネクタイつけてて、はい、これエリピョンにもらったって話をしてたから、はい、うわーよかったですねみたいなお話をしてたから、多分それで距離が縮まったっていうお話だったと思うんだけど、はい、この 2個目のこの打ち合わせを右から左にっていうのは、なんか聞いてたつもりだったんですけど、私視点で言うと、なんか本番中にいきなり明日かやなさんがいるんで、うん、なんかメッセージありますかって急に言われて、それステージ上でも聞いたやつだ。そうです。え、今ですか、え、今メッセージですかっていうすごい挙動不思議になったんですけど、うん、実はみんなに聞いたら、あ、それ楽屋で話してたよ、エリピョン聞いてたよって。え、メイクさん的には話してました。マネージャーさんは話してました。あ、そうなんです。だから完全な私の話されてなかったと思った、なかったと思ってびっくりしたって言って、松竹さんもびっくりしたっていうみんなびっくりしたお話、また説明を受けて、そう、怖っと思って自分怖っって、え、気をつけようって思いました。そうね、確かにそれは気をつけた方がいいよ今日のイベントもちょっとドキドキするかもしれないそうか、それのことなのね。え、そうそう、あと何、ケータリングを全持ち帰りは、いや、これはあの松竹さんが用意してくださったサンドイッチだとか、うん、ドリンクだとか、うん、いっぱいあったんで、帰りにじゃあ持ち帰っていいですよって言われたんで、あ、じゃあ一個だけ持って帰りますとか言って持って帰ったら、うん、え、あとはいいんですか、すごい寂しそうな感じでおっしゃられたんで、うん、じゃあせっかくならじゃあいただきますって言って、こっそり脇に抱えて、こうこっそりこっそりする必要ないそっか、優しさだったのね、ちょっと残したら申し訳ないなっていうね、はい、まあ、次の朝も食べました、このケータリングを。素晴らしい、はい、そっか、うん、そして、あ、それでその3つの謎は解けたところで、うん、上映会2日目は私いなかったですからね、うん、ちょっと聞いて、気になることがあったら、かやのさん、た、あまたの多作品イベント出演を経て松竹の上映会の緩さを再認識え、だいぶ緩かった前にあの玉ゆらって作品の時にね、松竹さんのそこの劇場さんでイベントをやらせてもらったことあったんだけど、その時より緩さが増してたそれはどういう、ヒゲさんが司会だったんですね。そのヒゲさんはもういつも安定のヒゲさんだから、全然そのヒゲさんが緩くてどうとかじゃないんだけど、 あのまず入って、うん、まあ、入ったらマイクが渡されますって言われたんだけど、マイクは渡されないの待って、1日目も渡されなかったんですよ本当に1日目も渡されなかった、はい、同じ過ちを2日間繰り返したいいからでもそれがなんか良さなのかなって思ってるから、はい、全然それで私はもう出ないとかそういう感じじゃないんだけどそんなカイロさん見たことないですか、うん、そういうわけじゃないんだけど、うん、ずっと監督とこうやって両手を差し出してマイクを待ち続けるっていうシュールな絵になっちゃってでもその時はその BGM をね、うん、やるのにスタッフさん一生懸命だったから、うん、ちょっとねそれはしょうがないんだけど、お一人でね全部やられてたから、そうですね、微笑ましいですね。 それこそなんかね、パソコンの画面もロックがかかっちゃって、うんうん、え、待って怖い、はいはい、それでそうそう、なんかそのでもスタッフさんがパソコンのだからなんだ開けなくて、その多分ロックがかかってるからパスワード分かんなくて開けないからちょっとパスワード分かんないんですけどみたいなのをやり取りがお客さんの前でまたそこも行われる。待って、デジャブ？デジャブ？1日目もあれ。待って私たち同じ日にイベント出てた。同じ日にいたのかな？同じ時間軸。時間軸にいた。待ってちょっとどうする？頭が混乱中。松竹さんは素晴らしい会社ですわ。そのゆるさがいいんだ。はい、そんなことがあって。なるほど。はい、そうなんです。いい話だったな、ゆるくてあったかくてリラックスできるイベントっていうことでしたな。お客さんもね、慣れたもんだよね待って、これもちょっと気になるんですけど、かやなさん、およそ監督が買わない類のノートをプレゼント。そう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 、どういうこと？
なんかね、そう、うん、私はそのエリピのネクタイをプレゼントだったけど、はい、まあ、やっぱり監督といえばさ、こんな書いてるイメージがあるから、今回オープニングもね、コンテ書いてみたいな話だったり、うんうん、まあ、なんかこういろいろこうアイデアメモみたいなの撮ったりするのかなと思って、うんうんうん、すっごい可愛い花柄のノートをプレゼントしたの。買わなそうな。買わなそうな。そうで、ちょうどほら銀座が、銀座じゃない松竹さんだから、銀座の大きい伊藤屋さんっていう大きい文具店に行って、ちょっとあの海外の日本であんまり売ってなさそうなデザインのね、ちょっとキラッとしたなんか光沢のあるようなノートにしたんだけど、そういうね可愛い花柄のノートを監督にプレゼントしました。絶対買わなそうなやつを、絶対買わなそうな、伊藤さん世代の里俊監督がそんな光沢の花柄使ってたらちょっとキュンときますね。そう、でも可愛いかなと思って。可愛い、さとこもなら使いこなせると思って。おー、うん、そんなことがあったんですね。そうなのです。1日目2日目同じ日じゃなかったね。じゃなかった。でも共通した部分があったね。ありましたね、うん、で、そんなことがあってのやっと今日3度目の上映会、うん、in 伊東ということですな。はい、そうなのです。はい、雨です。そうなんです。しかも雨だけじゃない、今回は風もおまけについてきたので。いや本当に私たちね、ホテルの別館だったじゃない。そうです、旅館の、うん、別館から本館に移るとき、うん、異次元だったよね。なんか6メートルぐらい離れてるんですよね、その一瞬外に出るところがあって、 そこに出たらなんか全然違うファンタジーなファンタジー、いきなりみぞれみたいないきなりみぞれいきなりジャーってみぞれが降ってきて、よく飛ばされなかったなと思って。危なかったら、傘持ってたら本当にメリーポピンズになってました。危なかった、飛べるって、本当にあれはね、なかなか経験できないことをね、私たち経験させてもらって、うん、だって伊東の方も伊東でこんなにみぞれとか降るのってなかなかないみたいなことを、やっぱり地元の方が言ってたみたいなんで、うん、なんかダイビングじゃなくてなんか日常時々スカイダイビングみたいな感じそれぐらいのなるレベルのレベルのやつですよ、ね。佐藤純監督さすがみたいな。さすがね。でもご本人は相当へこまれていると思うけどね。はい、あんまり言わんとこう、これは。ね。そんなこともありました。ありました、ありました。でもお客さんがね、うん、この雨の中わざわざ来てくれてね。本当に大丈夫だったかしら。整理券をまず朝から並んでくれた方とかね。びしゃびしゃじゃない？いや本当に傘もさせないだろうし、ね、そう傘させなかったから私たちも、屋根ないところだね、それだろうから、ありがとうございます、ありがとうございます。でもね、そんな大変な思いをしてでも、うん、アマンチュのために来てくれた皆さんのためにと思ってね、うん、ヨコちゃんね、ヨコちゃんホラー小説読んでるの、めっちゃ好き。そう、あの今回あのキャラクターデザインの伊藤陽子さんが来てくれてたということもありまして、うん、なんとね色紙を10枚も用意してくれましたよ。本当に控え室に来てから即席で下書きして顔をペンで書いてくださって、もともとは前日に佐藤顧問が舞台巡りをロケしてた時に使うはずだった短冊があって、うん、その短冊がちょうどあるから、これにプレゼント用に絵を描いていただいて、我々ね、あのエリピョンと佐藤顧問と私の3人のサインも入れて、うん、これはプレゼントしようっていうのでね、せっかく来てくれた皆さんにということで、とてつもない豪華な、今までに私いろんなイベントに出てきたけど、こんな豪華なプレゼント見たことない。見たことない。見たことない。本当に陽子ちゃんの絵と我々のサインが入ったことによってプライスレスなことが起きてるよっていうお話を今長田さんは伝えたかったです。なるほどなるほど。すいません、ちょっと、ね、字がちょっとあの字がちょっと独特なのと、あと逆から読んでたんで、なかなかいいの最初待って、やめな、私たち後ろから見て解読ちょっと頑張ってみたけど不可能だ。でもそれってすごいだから、でもね、先ほどの写真をね、エリピョン綺麗に撮ってくれたんで、はい、この画像も載せたいと思いますけど、見てほしい、ちゃんと写真で。てかこれプレゼントレベルじゃないからね。じゃない、うん、しかも世界に1枚しかない。
いや私たちが欲しいよね。欲しい、欲しいですよ。またなんか普通の色紙はよくあるけど、うん、その縦長の色紙ってなかなかないじゃないですか。特に今までイラスト描いてプレゼントって初めてなんじゃないかな。ない。あ、ちょっとさ、うん、こういい横顔がさチラッと見えたりとか、なんか小鳥ちゃんとかこう覗いてる絵になってたりとかして、すごいなんか縦長ならではのイラストで、うん、そしてね、それを2時間ぐらいでさささっと描き上げてしまう陽子ちゃんがすごすぎ、すごすぎる、すごすぎる顔を押さえて手が喜んでくれちゃんとなんか話にも入ってくださりながらの、描きながらの、写真撮るときに里潤さんがこうやって場所までね、キャラクターの場所まで決めてこだわって撮ってたので、ぜひ皆さんにも見ていただければなと思います。もう本当だったら19時くらいまでのイベントだったんですけど、うん、今回ちょっと1時間ぐらい短くギュギュッと、うん、まあ、短縮して、うん、あのイベントやることになったんですけど、まあ、それもね、帰る時間がね天候が悪いから、ちょっと電車とか、うーん、皆さんね、だ帰れなくなっちゃったらねちょっと大変だからっていうのもあって、まあ、でももちろんね、その楽しんでもらえるようにということで、まあそれでさっき話せた色紙とかね用意したり、あとはそうか、プレゼント抽選会をもともとやる予定じゃなかったから、うんうん、エビオが手作業で、そのあのね、あの整理番席番号をあの引く用のくじを先ほどあの紙を切ってナンバーを書いて作りまして、しかも陽子ちゃんが買ってきてくれた差し入れの箱を使っていい箱があったんですよ、おしゃれな、まあそんなのに書いたけれど、最終的にはまさかのあの東海バスさんに、あの昨日バスにあのサインをしにね私たち行きましたけど、はいはい、まあその東海を陽子ちゃんが持ってきてくれて東海バスさんにいただいたあのお菓子が入っているカンカンを使わせていただいて、うん、この中にまあね本当にいいサイズ感で、いやもうこれ私たちにこれプレゼント抽選会してくださいと言わんばかりの、そうなので、あ、そう、文化祭みたいじゃない、ちょっと、そうですね、一つの部屋でさみんなで集まって、なんか来てくれる皆さんのためにその場にあるもので今作るみたいないや、だから今回は手作り感、あの、まあ、今回に1話だけじゃなくて2話も上映するってことで、うん、伊東に来てくださった方には特別にね上映イベント2話も見れるっていうことになってましたけど、うん、まあ、2話も見れることになってましたけど、うん、もうそれ以上に楽しんでもらえることを、そうですね、手作り感がすごい楽しかった、楽しかったですよ、まあ、皆さんに伝わればいいんだけど、この後この中ね来てくれるから多分凍えていると思う、いや本当に北海道で手温めてみんなを温めていく会にするかみたいな、そう、かやなさんも握手会してあげたいよみたいな北海道で手を温めて、温めるで寒かったねっつってみんなにこう温めてあげたいよね、え、何、頬を温める積極的積極的よく頑張ったねそのまま帰らせるんでしょ、上下でしょそう、そう、ここまで来てありがとう、ありがとう、でもそれだけ、それやったらすごいもう確かに私並びますよそれなんで一緒にやってよ、もう温めてほしい、そして甘んじゅ関係ないっていうそうだわ、ね、まあ、無事に上映会が、うん、まあでもできることになって、いや嬉しいです、よかった、よかった、この天候でも、でもさ、この後楽しみだね、うん、この抽選会の時にさ、あの短冊をあのセンスのようにわーってやった瞬間のお客さんの表情をすごい楽しみ、そうですね、まあ、この後ね頑張んなきゃね、もうすぐですね、うん、もう本当にすぐです、本当だ、あと20分ぐらいだ20分ぐらい、もうじゃあ会場に入られているのかなみんな、ねえ、お、じゃあなんて話をしてましたけど、うん、初回ここまでのようです、まあ、前半戦終了ということで、なんと次回もここからお届けこれ絶対あれでしょ、上映中に撮るんでしょ、あ、じゃあ後半は一回じゃあ登壇して戻ってきたら、またここで2回目を撮りますよ、撮るということで斬新、本当にアマンチラジオまあそんな後半戦はですね、2週間後の4月の12日木曜日配信となります、うん、だからアニメの第1話の放送直後になるんだね、おー、そしてアマンチの単行本の最新12巻が発売されている頃ということで、いいタイミング、あ、そっか、ミラクルアドバンスのドラマ CD 特装版もあります、うんうんうん、そっか、もうなんか皆さんチェックすることいっぱいかもしれないですね、はい、なので、まあ、
ンチュアドバンスの話を次回はたっぷりとね、うん、できるできる、うん、していけたらいいなと思います。そしてここで重大なお知らせ、うん、次回とある顧問が登場してくれます。誰だろう、顧問いっぱいあるよ。いっぱい、うん、じゃあ顧問、うん、と、うん、チャコモン、チャコモン、チャコモン、どんだけチャコモンいるの何顧問が来るかはお楽しみに。はい、4月からアマチュアドバンススタートしますが、エリピョン的にポイントあるの？見どころとかアドバンスのポイント、そうそう、見る前、まだね、皆さん見る前だからここは行っときたいみたいなのがあれば。そうですね、一期でみんな絆が深まったじゃないですか、うん、からのやっぱり1話からその一期があっての絆も感じられつつ、うん、みんなの成長も見れるので、なんか一期からのこうつながりを、時間の流れを感じていただけたらなって、うん、そうだね、思います。本当にみんな成長したなと思うから、テコの成長が本当に見られるから、うん、それが嬉しいし、ピカリもね、なんだかんだ成長、うん、なんだかんだというかしっかり成長してるから、うん、はい、そこも見てほしいなと思います。そうだね、オープンエンドもね素晴らしいから、本当に素敵、曲とともにね、うん、楽しんでいただければなと思いますし、はい、それこそね、まあ、まだ1話ですけど、ここから続々新キャラたちも登場していきますの で、また空気感が変わっていきますからね、え、うん、楽しんでいただければなと思いますよ。します。じゃあ最後にちらっと放送のお知らせします。 ATX は4月7日の土曜日23時から、東京 MX は4月8日日曜日23時から、 BS11 は4月の10日火曜日24時30分からとなっております。でね、いっぱいなんか配信、え、待って、こんなにいっぱいあるの？ニコニコ生放送とか、アニメ放題、ヒカリ TV、アメバ TV、アベマか、アベマ TV、アマゾンプライムビデオなどなど、Dアニメストアとかね、バンダイチャンネル、Hulu もありますね。これね、全部読み上げると大変なことになっちゃうけど、4月の11日の12時からだったり、あ、もう結構、その、チャンネルによるみたいなので、ぜひ皆さん公式サイトでチェックしてみてください。はい、見られる地域の皆さんはアニメ第1話お見逃しなく。この番組でメールの募集も始まってますので、感想や質問もお待ちしております。はい、あの公式ページのラジオのところから、あのフォームがあるのかな、なるほど、送れるそうですので、そちら使うと便利かもしれませんね。じゃあ3回以降でね、皆さんのメールを読んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。では一旦締めて2週間後の後半戦に飛びましょう。エリピョン、じゃあ久しぶりにあれあれ出た、お願いします。あの、忘れてたけど思い出しました私。それでは第2回にわー、アマチュラジオアドバンス、ピカリとテコとは夢ヶ丘高校ダイビング部の提供でお送りしました。